藤谷蓮治郎です。今日は私が今、私のアメーバブログ、J ビートエッセイ987で公開しております、佐野元春さんの、ビジターズに関するアルバム全曲アプローチの中で、多分同じようなモチーフで作られているんだけれども、大好きな曲なんですが、これを取り上げられなかったというものが一つありますので、一つだけじゃなくいくつかありますけど、その中でぜひ、文章を書く余裕は今ないんですけど、動画の方でお話をさせていただきたいというものがありますので、お時間をいただきます。何かというと、シャドウズ・オブ・ザ・ストリート。シャドウズ・オブ・ザ・ストリートです。もちろん佐野元春ファンの皆さんにとっては説明するまでもない、曲ですが、素晴らしい、曲だと思っていますが、シャドウズ・オブ・ザ・ストリートというのは、一応発表されたのは、そのビジターズの次のアルバム「カフェ・ボヘミアの」に収録されることになる「ワイルド・ハーツ冒険者たち」という曲の B 面、シングルで発表された時の B 面だったと思うんですが、この「シャドウズ・オブ・ザ・ストリート」は、佐野さん自身が何かのインタビューで語ってたと思うんですが、ニューヨークでできた最初の友達、仲のいい友達の方がオーバードーズ、オーバードーズ、急に亡くなってしまったという事故があって、その時のその彼との友人との思い出を書いた曲。ということは、今回私のビジターズを取り上げたエッセイでも申し上げましたが、ビジターズで言えば「トゥナイト」と同じ系列の曲というか、同じモチーフから始まっている曲というふうに考えます。特に私は今まで「サンチャイルドの系譜」という文章、エッセイの長いエッセイも書かせてもらいました。佐野さんの元ウェブサーバーっていうオフィシャルファンサイトの方にも今でも載せていただいているはずですが、こちらでも言いましたように、友達ということを明確に歌っている曲としても重要な曲です。それから佐野元春ファンで、なおかつその佐野元春周辺の人脈というものにも敬意を払っている人たちはお分かりのように、伊藤銀次さんには「シェイド・オブ・サマー」っていう名曲があります。この佐野さんの「シャドウズ・オブ・ザ・ストリート」、その通りの影ですかね、直訳すると。そんな直訳したら身も蓋もないですけども、その友達を亡くした状態から立ち上がろうというタフな人生の在り方で、それがもっとむき出しにタフな部分を、さらに新しい当時の音楽展開に乗せたものがビジターズと考えると、まだというか、シャドウズ・オブ・ザ・ストリートもトゥナイトも割とはっきりメロディーというものを持っていますよね。ビジターズのすごいところは、メロディーをぶっ壊しながらラップ的なものを取り入れていったと考えると、ビジターズに跳ねるその瞬間の、ジャンピングボードとして存在したのがシャドウズ・オブ・ザ・ストリートであり、そのニューヨークでタのタフな生活、そのタフな生活の中で失われていった親友の命、こういうふうに考えられるんじゃないかなと思います。今でも素晴らしい歌だと思っています。もう一つ、私が好きなのはシャドウズ・オブ・ザ・ストリートで歌われた友達と「Looking for a Fight」、片岡鶴太郎さんに、佐野さんが書いた曲だと思うんですが、「Looking for a Fight」もすごくいい曲だなと思っています。友達、それから友達に対する自分の距離感で自分自身を励まそうとする、そういう名曲、佐野元春「シャドウズ・オブ・ザ・ストリート」、ちょっと触れてお話をさせていただきました。ぜひ私のアメーバブログの方もご覧ください。シャドウズ・オブ・ザ・ストリートは取り上げてないですが、よろしくお願いします。